言葉として、まあ、英語がある種世界の共通言語だとして、まあ、英語でタイトルは選んではいるんですけど、ただその言葉の先にある全ての共通する人間にとっての、まあ、簡単っていう感動とか驚きとか恐怖に対して思う気持ちとか、そういったどんな人でも感じる心と感情の表し方みたいなところがテーマになっている感じですね。想像することと実際にできることって違うんで、それでこうバーッと書いた時とそれにグラフィックが載って最終的にレジンとか岩絵の具とかいろいろ加工されて仕上がるものって、想像はできるけれども本当にそのやり方がベストなのかっていう探り方っていうんですかね、を本当たくさんこういろんな実験というか、絵の具の飛ばし方だったり絵の具の混ぜ方というか、何と何の絵の具を混ぜるかとか、そういう実験検証をすごく今回たくさんやりました。ごく大集お願いします。この台湾の会場自体は結構広くて、まあ、自分の今までの拠点というか展示する場所の中でも圧倒的に広いんで、1年かけてご準備をしてきたという形ではあります。緻密に描かれた熱量みたいなことを、まあ、意味合いを求めるっていうよりも全身で受け止めるというか、頭にこう直接ダイレクトに入っていくような、まあ、それこそおおっていうような驚きとか感動とか、そういうのを感じてもらえるのが一番嬉しいですね。